彼は不器用な画家だ。絵の具買うからお金貸してくれ。こういう風景画はどこにでもあるでしょう。誰からも認められない解消のない男だ。しかし彼は幸せだ。いつもそばに帰ろ最良の理解者がいてくれるから。すごいなこの絵は。マチス君、これ差し上げよう。巨匠からいいもんもらっちゃったな。あ、坊ちゃん、他のところで描きなさい。身寄りがねえからってなんで俺が面倒見なきゃいけねえんだよ。私なら彼の芸術わかると思う。そういうメッセージ性があるのか。そういうのがいいんだ。何やってんだお前ら。恥ずかしくて学校にも行けないわよ。あいつら芸術わかんねえんだよ。あんたもう別れましょうか。私のことどう思ってるの。好きです。何やってんだお前ら。彼は不器用な画家だ。売れてない人の自画像なんて誰が買うの。しかし彼は幸せだ。いつもそばに帰ろ最良の理解者がいてくれるから。私のことどう思ってるの。好きです。恥ずかしくて学校にも行けないわよ。何やってんだお前ら。